光を描きたいっていうのが最初にありまして、ただまあその光って言っても結構こう、まあ、漠然としてるというかいろんな光があるし、だけど僕はやっぱりその人工的っていうところにちょっとこう惹かれていったっていうのがあります。